フリデリク・ヤギエロン地区は、ポーランドのヤギエを王朝の王族、後位聖職者。グニエズの広塚佐教、クラクフ司教、ポーランド主座大司教。ポーランド王カジミエシュ四世とその妻で、ローマ王アルブレヒト二世の娘である、エリーザベト・フォン・エスター・ライヒの間の、第九子、ツオとして生まれた。オロモ・ウツ司教タス・ボスコビツが、先例の大父を務めた。先霊名は、 母方の親類にあたる神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世にちなんでいる。1488年4月13日、クラクフ司教に選出された。父カジミエ州4世はフリデリクにバルミア司教の座をも獲得させようと運動したが、バルミアの司教座聖堂参事会は1489年にルーカス・バッツェンドーデを司教に選出した。1492年に ジケイアン・オルブラフトの1501年にも4り、アレクサンデルのポーランド王位選出に尽力した。1493年9月20日、教皇アレクサンデル6世により、サンタルチアインセプティソリオ教会を名義制度とする、助祭数企教に任命される。直後の1493年10月2日、ズビグニエフオレシニツキの公認として、グニエズの大司教及び、 ポーランドシュザ大司教の職を引き継いだ。フリデリクは、ポーランドで最も重要な二つの司教区を献身的に統治し、成人数計や聖職者教育の向上を奨励した。また、バベル大聖堂やグニエズの大聖堂の改築など、司教区内の教会、聖堂の建設や改築にも熱心だった。長くわった後、1503年にクラックフの司教宮殿で死去した。 ありがとうございます。